はい、炭酸水好きな俺のシュワシュワ動画、久々ですが、やっていきたいと思います。今回は、ロケッタという謎のね、どこでこれ買ったんだっけな。もうだいぶ前に買ったんで、しかも賞味期限がね、2013年の3月で切れてるという、むむむという感じなんですが、まあ、いいかと。微発泡と書いてあります。ロケットスパークリング。原産国名がイタリア。ここになんか書いてあります。イタリア、ペルージャの美しい泉から湧き出る美味しい水、ロケッタ。イタリアでは特に美容に気を使う女性に愛飲されており、ミスイタリアのコンテストをロケッタはサポートしています。きめ細かな炭酸のスッキリとした口当たりをお楽しみいただけます。採水地、ウンブリア州、グアルド・ダ・タディーノ。高度約 157mg バーリッタル。リッター。じゃあ早速飲んでいきたいと思いますが、こちら、賞味期限が切れてるということは、まあ、まずいということもあるし、おまけに炭酸が抜けてるということもあります。それでは乾杯。完全に炭酸がね、入ってない。はあ、微発泡どころか発泡してないよ、これ。ただの水に近い。まあ、ギリギリ。確かに、ちょっと甘めで美味しいですね。若干発泡というか、若干だけ、わずかにピリッとする感じ。あれですね、サンペレグリーノと同じです。これはダメだ。多分ね、炭酸抜けるってことは、ほぼないでしょう。俺は思うんですけど、3月ですから、まあ、3ヶ月ぐらいは過ぎてる。3ヶ月、4ヶ月は過ぎてると。いうことを考えても、はっきり言って、まあ、抜けるってことは、炭酸が抜けるってことは考えられないので、ほぼ。ので、多分、もともとこういうもんなんだろうなと。まあ、サンペルグリノもかなりね、ほぼ、アマゾンで以前買ったことありますけど、サンペルグリノ。ほぼ、水です。炭酸ないです。ちょっとググってみましょうか。ロケットスパークリングでググります。500ml 税込み147円と書いてありますね。特にブログとかで、でもブログに書いてあった。いや、どうなんだろう。ロケットスパークに。
まあ、どちらにしろほぼ炭酸はない、じゃないのか。わかんない。ああ、でも、確かに微炭酸って書いてあるけど。うん。らしいです。うん。まあ、味としてはまあ。まあ、別に、まずくはないですね。というか、結構美味しいですね。結構美味しいって言っても、ただのミネラルウォーター、よくは若干なんか、若干ですけど、まあ、うん。違和感はありますけど、まあ、飲めないことはない。まずくはないですね。ただ、まあ、ちょっとこれはね、炭酸がまあ、抜けたのか、もともとないのか、は知らないけど、まあ、俺の感覚で言うと多分これ抜けたんではないかと、思います。違う、抜けたんじゃない、もともとないんではないかと、俺は思います。うん。まあ、Amazon でね、まあ、以前、その、買った、サンペレグリノ。あれもね、買って、アマゾンで買って、もう全然、賞味期限があるにもかかわらず、残ってるにもかかわらず、全くもってね、炭酸が入ってなかったんで、そういう可能性もまあ、考えられますんで、ちょっと、これはいかんともしがたい。ですね。まあ、味的に美味しいんで、まあ、一つ星のところ二つ星にしましょう。二つ星。うん。それではご視聴ありがとうございました。